はい、沖縄の那覇バスターミナルに来ております。今回は車を使わず公共交通機関のみで沖縄を観光したいと思います。ということで早速バスに乗り込みたいと思います。まず来ましたのは沖縄ワールドです。昼間は1時間に1本程度の頻度でバスが出ています。所要時間は約45分でした。入園料金は2000円ですが、電子チケットを使うと 5% 割引になります。まずはここの目玉でもあります玉泉洞という鍾乳洞に入りたいと思います。玉泉洞を出ました。沖縄ワールドには玉泉洞以外にもいろいろと見どころがあります。今この玉泉洞に入って地下のエリアをずっと通ってきました。玉泉洞を出たところにはフルーツ園があったりとか、その先には琉球の城下町があったりとか、一日楽しめると思います。
沖縄ワールドから出てきました。だいたい2時間ほど滞在しました。まあ、2時間だとちょっと駆け足になってしまいます。もう1時間ぐらい、3時間ぐらいは最低でも欲しいかなと思います。この後はバスで那覇に戻りますけれども、タクシーもたくさん止まっていました。この他にハブの博物館とかハブのショーがあったりしますので、爬虫類平気な方はそちらの方も楽しめると思います。こちらがバスの時刻表です。これから那覇に向かいますけれども、糸満方面にもバスが出ています。那覇方面よりも糸満方面の方が少し本数は多めですね。まあやっぱりどちらも1時間に1本から2本程度といったところです。帰りのバス停は道路沿いになりますので、ここでバスの到着を待ちます。バスとユイレールを乗り継いで、ユイレールの赤嶺駅に移動してきました。ここからバスに乗って、今度は瀬長島の海風テラスに行きます。駅前にはタクシーも止まっていますので、バスを待てないという方はタクシーも利用できます。バスが30分ぐらい遅れてきましたので、バスを待てずにタクシーに乗ってしまった方もいました。利用したバスは東京バスです。沖縄にありながら東京バスによる運行です。15分ほどで瀬長島海風テラスに到着しました。バス停はホテルの前にありました。タクシーも止まっています。那覇空港のすぐ隣、海沿いにありますので景色は非常にいいです。今飛行機が動いてますね。これはスカイマークの飛行機です。テラスの形でお店もたくさん出ています。買い物や食事が楽しめます。ここは那覇空港からほど近いんですけれども、トミグスク市と言います。那覇市ではありません。持っていても海は青いです。では沖縄の青い海とともにお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。